はい、どもらいです。今回ですね、いつもやっている当たるまで引いてみたっていう動画ではありません。すいません。いや、まあその理由は、まあ、なんといっても当たるまで引くっていうのは最低でも200連必要なわけですよ。そうなるとね、その200連、なんで石が6000個必要なんで、その6000個集めるのがかなり、大変なんですよ。その毎回毎回6000個貯めておくっていうのは大変なので、いやさすがにそれはできないなと思いまして、で、まあ本当に好きなキャラとかが来た時にやろうと思ってるので、いやもうね、本当に前回のベニマルとか、いやその前々回ぐらいのベルザードとかね、ラファエル・リムルのせいでマジで石付け果たしすぎたので、まあ、今回ちょっと抑えめにしようかなと思いまして、で、まあ、今回はそのこのルミナス、今回ルミナス来てるんですけど、このルミナスの、キャラ評価の方をさせていただこうかなと。で最後に、まあ、ちょっとだけガチャを引こうかなと考えております。まあ、なので最後まで見ていただければ、幸いです。まあ、ということで、ね、ちょっとキャラ評価の方をしていこうと思います。ではどうぞ。はい、ということで、ルミナスバレンタインのキャラ評価をしていこうと思うんですけど、ルミナスは、地属性ですね。うん、まあ、地属性のキャラってあまりいないので、まあ、結構いいんじゃないですかね。その地属性のキャラを増やしていくっていうのはありなのかなと思いますね。で魔法攻撃なんですかね、これは魔法の杖なんで、多分魔法型のキャラなんですかね。で、まあ、ステータスの方がこんな感じになってまして、 HP が6912、これマックスまでですね。多分トツラスってマックスですかね。で、攻撃力3276、防御力2560と、で生産力が150という感じになっております。まあそうですね、まあこのパッて見るとやっぱ攻撃力型のキャラになってまして、まあこの星5のねキャラの詳細の方を見ていますと、まあ3200ぐらいがデフォルト、うん、その攻撃型のキャラは3200ぐらいがデフォルトなんですけど、まあそれで3200超えなんで、まあ結構高めなのかなと考えております。まあなんで防御型よりも、攻撃型のキャラになっております。でまあ地属性でね、火力型っていうのはあまりいないので、まあ今回いいんじゃないですかね。そう、まあ前回のベニマルと合わせて、まあ、かなり強いキャラなのかなと考えてます。でまあスキルですよね、問題は。でこちら奥義なんですけど、レベルマックスの方で敵単体に、通常ダメージの450% の地属性魔法攻撃ですね。まあ前回のラファエル・リムルとかあのベルザードとかね、まあ自分最近使ってるんですけど、まあそれ使って思ったことが、その単体への奥義ダメージ、あの奥義攻撃っていうのが、まあ、かなり優秀だなと考えましたね。まあ全体攻撃のね魔法もあるんですけど、で全体魔法は大体 300% ぐらいですかね、 300% くらいのダメージを与えてくれるんですけど、まあその使ってみて、大体皆さんね、ボス戦とかで結構手こずる方って多いんですよ。で今そのね、なんていうかね、捕食バトルとか、まあ、あと最後のバトルとか、まあ、そういうところになると、結局ね、敵が1体とかなんですよね。まあ、ボスが来て敵1体っていう形なので、まあ、そうなるとね、敵全体への攻撃ってやっぱり火力不足になってしまうんですよ。まあ、なので単体への攻撃 450% の方が、まあ、相手に与えるダメージが大きいので、まあ、自分的には最近はその敵単体への奥義魔法の方が、強いのかなと感じてますね。うん、でやっぱ 450% なのでかなりの火力が出ること間違いなしなので、この奥義はなかなか優秀かなと思います。で戦闘スキルの方が、敵単体の魔法攻撃体数を一旦 20% ダウンで、自身の魔法攻撃力を一旦 30% アップで、もう一つが敵単体の奥義ゲージを 10% ダウン、自身の奥義ゲージを 15% アップという感じになってまして、まあ一つ一つ見ていくんですけど、まあ敵団体への魔法攻撃耐性を 20% ダウンしてくれるということで、まあこのルミナス自体が、魔法
キャラなので、まあ、この耐性を下げれるってなるとさらに火力が上がると。でさらに、自分の魔法攻撃力も、30% アップできるので、相手にデバフかけつつ自分は、バフをかけるという、まあ、かなり優秀な、スキルになっております。でもう一つが、相手のゲージを下げつつ、自身のゲージを上げるということで、まあ、これもねかなり優秀ですよね。うん、まあ、大ゲージを相手のね、まあ、例えば捕食ミッションとかでも、まあ、相手4ターンぐらいで奥義食べるんですかね。まあ、やっぱ奥義の攻撃ってかなり痛いので、うん、まあ、そうなるとやっぱゲージを下げつつ自分のゲージを上げれるっていうのがかなり、優秀なのかなと思いますね。で一応マックスまで上げた、まあ、数字はこんな感じなんですけど、まあ、戦闘スキルねもう1番目の方、まあ、バフデバフとバフかけれるスキルがあるんですけど、これが15コスト15で、発動できるらしいんですよ。まあ、なので結構お手軽に、魔法を打てたりとか、魔法というかスキルを使えるので、まあ、結構、ね、使いやすい、スキルにもなってますし、さらに火力あの相手のデバフと、まあ、自分のバフをかけれるので、まあ、結構、優秀だと思いますね。自分的には結構強い、キャラになってます。でキャラ特性の方では、総員の奥義増幅、星5覚醒1回、戦闘キャラを3ターン以上編成し、出撃した場合、バトル開始時自身の奥義ゲージを 12% アップ、で3回の場合が 18% アップという感じですね。まあ、これもかなり、優秀かなと思いますね。うん、まあ、やっぱゲージを奥義ゲージやっぱ奥義の攻撃ってかなり強いので、奥義ゲージを上げれるっていうのは結構強いかなと思いますね。やっぱどんどんね奥義魔法は使っていきたいので、まあこれは、かなり優秀かなと。うん、いや地属性のキャラ自分はあまり持ってないんですけど、ちょっと欲しくなるぐらい、結構性能がいい、キャラになってます。はい、やっぱねこの単体の奥義攻撃が単体っていうのが結構いいですよね。いや全体も悪くはないんですよ。やっぱ敵いっぱい3体ぐらい、マックス3体なんですかね、3体いた時はやっぱ全体の方が強いんですけど、やっぱ皆さん手こずるところっていうとやっぱねボス戦とか敵1体のキャラが強い時とかがやっぱね苦戦するところだと思うので、まあそのねやっぱ単体で攻撃してくれるっていうのは結構いいのかなと思います。でさらに奥義もね貯めやすいので、どんどん奥義魔法も打っていけるという、これ結構強いですね。うん、でバフでバフもしっかりしてるので、このルミナスは結構強いかなと、かなり火力型なキャラになっております。まあ、ということでね今回ちょっとルミナスの、キャラ評価の方をしてみたんですけど、うん、やっぱね地属性のキャラにしてはかなり、優秀なキャラかなと思いますね。まあ、性能もかなりいいですし、うん、まあなんでねやっぱ地属性育てる方とか地属性やっぱ作りたい方はこのルミナスはかなり必須かなと思いますので、このピックアップしてる間に、ゲットしていただきたいなと思います。まあ、ということで、まあ、キャラ評価の方はこの辺で終わらせておいて、まあ、ガチャの方をねちょっと引いていこうと思うんですけど、まあそうですね30連ぐらい引いていこうかなと思います。やっぱ30連ぐらいが手頃です。はい、30連が手頃です。200連なってするバカどこにいんだよってな。さあ行きますか、頼むぞ。よし、もう夕方は神よ。さあ確定数で変われ、変われ。おえーそ、待って、ワンチャン、ワンチャン合ってる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 よ、ワンチャン来るよ。これルミナスワンチャン来る、頼む。もう10連出たら終わる、ルミナス出たら終わる。やばい、確定来ると思わなかった。ベニマルの時ですら確定ゼロだったのに200連して10連目で確定来るとは。頼むよ、どっかで頼む、マジ頼む、どっかで頼むぞ、頼むよ、頼む頼む、ルミナスね、ルミナスよ、頼む。もうミリムとかそういうのいらないから、頼む、ルミナスだ。てかね、ベニマルもゲットしたんで、せっかくね地属性パー作れそうなのでルミナスも欲しい。頼む頼む
ルミナス来い。これだけのものを前に正体をバラされてしまってはもはや隠しておく意味などない。わらわの出番じゃな。死をくれてやろう。スカーレットレンジ。本気を出すまでもないな。奇跡よ、もうこれはこれは奇跡よ、皆さん、これは奇跡です。皆さんも弾けると思わないでください。これは自分の行いが良かっただけです。ありがとうございます。やばいって、嘘でしょ、こんなことある。えぐいって。能力を開示します。マジですか。いいんですか。ちょっと見させてください。いや、かっこいいな、これは。さすがにもうありがたい、もうありがたいです、本当に。え、マジか、10連で出るとは思わなかったな、さすがに。30連は絶対引かないといけないなと思ってたんですけど、いや、10連目で出るとは。もうやっぱ普段の行いがいいからですよね、これは、完全に。いやー、よかったー、よかったー、街のゴミ拾っといて。はい、ということでね、今回ちょっと30連引く予定だったんですけど、まさかの10連でね、ルミナス出てしまったので、今回この辺で終わりたいなと思います。いや、本当にありがたいですね。うん、やっぱ前回のベニマルが出なさすぎたので、まあそれをね、申し訳ないなと思った運営さんが私にちょっとルミナスをくれたっていう感じですね。うん、まあなんでね、まあ、結構出やすいのかな、やっぱピックアップされてる分出やすいとは思うので、ぜひとも皆さんね、ルミナス強いので、高性能なので、ぜひゲットしてみてください。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。